おはようございます,います本年の御用はじめに際しまして全国の先住者信徒の皆様にご挨拶申し上げたいと存じますまずはじめに本年も私たちを全く新しい救いのみ業の中に置いてくださり贖い許し清め救い よみがえらせてくださる主神に対しまして、明主様とともにあるメシアの皆にあって、心からの感謝をおささげし、今年のご信仰奉仕にお仕えさせていただきたいと思います。そして、主神に心からお使いになっている明子様の御心を、限界にて権限なされる教主様に対しまして、 また、誰よりも、教子様と一つ心で歩まれる真由美奥様、そして正明様、真美奥様に対しまして、常に私たちすべての信徒を深い愛情を持ってお導きくださることに厚く感謝申し上げ、今年も皆様と共に、全身全霊をもってお仕えさせていただきたいと思います。 さて、先日、12月23日のご生誕祭の日、私たちは終生忘れることのない歴史的な瞬間の中に身を置かせていただきました。 来月の2月4日を期して私たちが世界メシア教の名のもとに宗教活動をさせていただくことについて教主様はそれをご承認になったことを自らご発表くださいました私たちは歴史的な1年の幕開けに際して 先般のご生誕祭と元旦の新年祭における教主様お言葉そして正明様ご挨拶を深く心に刻み進ませていただきたいと思います元旦の新年祭において教主様はくしくも本年2月4日の立春は明士様が 世界メシア教の開教を宣言されておりちょうど70年目の立春にあたります私はこの節目の立春を期して皆様と共にようやくメイス様の御心に真にお応えするための本格的なスタートを切ることができますことを大変嬉しく思っております主神は 私どもの魂の親である神をないがしろにしていた私どもを許しそのかたくなな心を開いてくださり私どもの中にメシアという唯一の皆の教会を打ち立ててくださいましたそして私どもをその唯一の教会に結ばれた御手足の教会として用いてくださりまことの救いを成し遂げるために 私ども一人一人の心と思いいいをお使いくださっています私は私どもを今日まで忍耐強く見守り育て導いてくださり世界メシア教の名をもって活動を開始することを許してくださったスシンとスシンと共におられるメス様に対し皆様と共に感謝申し上げたいと思います。 教主様はこのようにご協くださいました私は御用納めの折にお伝えしましたように本年の立春を期して世界メシア教の先住者信徒としてお使いいただけることについて心打ち震えるほどの喜び歓喜がこみ上げております。 同時に一方で、神様の許しに見守って十分に気づいていない私どもを、それでも許してお使いくださっていることへの謙虚な心とともに、教室様によってのみ導いていただけた世界であることを、決して忘れてはならないと思っております。さらに、だからこそ、 信仰の革命的な大転換をもって望ませていただく大変大きな責任が伴うことであると心引き締まる思いがしております。まもなく世界救世教オの光教団の私たちは世界メシア教の先住者、信徒としてお使いいただくこととなりますが、 新しいステージでお使いいただく私たちの務めに対する心と姿勢を、より一層明確にして望まなければならないと思っております。例えばですが、私たちの中で、メス様の見教えと、教子様のお言葉を、一つのものとしてお受けできる心が、 育まれているでしょうか生死にあるごとく、メイス様の御心を限界にて権限なされる教主様のご協働を唯一絶対無二のよりどころとさせていただく思いが自分の中ではっきりとしているでしょうか。私たちがなぜメイス様にそして、 教師様に結ばれなければならなかったのかということが自らのうちに明確になっているでしょうかそして同時に私たちは教師様お言葉と正明様ご挨拶を一体のものとして受け止めているでしょうか私たちが 唯一絶対無二のよりどころとする教師様がその御名代としてのお役目を正明様に託しておられます私たちは正明様から発せられることを教師様から発せられたこととしてお受けしていく心と姿勢を自らのうちに確認し 教子様の後継者であられる正明様というお立場に対する心と姿勢を明確にしておかなければならないと思います。私自身は教子様、そして正明様を自らの信仰の父として、また真由美奥様、そして真美奥様を 自らの信仰の母としてお慕いしお仕えさせていただきたいご存在であると自らの心に深く思えてなりませんこうした中で今日までメス様の真実に触れさせていただける養いをさまざまな場面でお許しいただいてまいりました皆様の心の中で こうしたことが明確になっているでし、ょうか。また私たちは自らのうちにあがないと許しを賜っていることについて人間の努力によってではなく計り知れない神様の愛と許しによる養いをお受けしていることにまっすぐに心を向けているでしょうか。 私たちがなぜ悔い改めなければならないのか、すべてを感謝を持って神様にお返し申し上げ、信仰の大転換、大革命をもって望ませていただかなければならないのか、このことが自らのうちに明確になっているでしょうか。先般の新年祭において、 正明様は、ただ、私たちはこれから立春から世界メシア教の名のもとに活動を進めていくんですけれども、私たちは、明ス様がお使いになっていた名前を使うに足る存在なのかどうか、そこがあると思います。と仰せになり、そして続けて、本当は、 私たちは、名様のお付けになった名前を継承するに足る存在ではないのだと思います。とお話しくださいました。そして最後に、次のように仰せになりました。私たちは、今日まで。神様に反し、名士様に反し、教師様に反していたけれども、だけれども、 神様はそういう私たちを許してくださった、一方的に許してくださった。だから私たちは、心からの悔い改めを持って、心からの悔い改めを持って、この世界メシア教としての御用にお使いいただくんだと。私たちは今だけではなく、世界メシア教として進んでいく、これからずっと、 このことを心において進んでいかなければならないと思います。正明様はこのようにお導きくださいました。ここで、正明様が仰せの私たちの中に、正明様はご自身も含めて仰せになっています。私は、 このことを深く考えなければならないと思っています。正明様さえも、神様に反し、メス様に反し、教詞様に反していたと仰せなのですから、私自身は何をか言わんやであります。私は、神様に反し、メス様に反し、 教子様に反していましたと、まず自ら認め、そのごとくご報告するところから、初めて世界メシア教の一員としての歩みが始まるものと思っております。昨年、私たちは二度にわたり、条例についての大転換へとお導きいただきました。メス様は、 昭和二十五年に、世界メシア教を開教された同じ年に、条例法変わるの見教えをご発表になりました。そして、正明様が新年祭の折に仰せになったように、イス様は、裁判年には新しく生まれるということと同時に、条例は二の問題である。 これからは壮年の時代であるというお言葉をお残しくださいました私たちが長い間この重大な明ス様のお言葉をお受けせずに来たことは紛れもない事実です私はこの度教室様によってお導きいただいた条例の大転換についてそれはまさに イス様の御心を継承させていただくことであり立春を期してスタートする世界メシア教の誕生と密接な関わりがあることではないかと受け止めておりますつまりこの度の条例の大転換を深く受け止めることなくして私たちは真に世界メシア教の先住者 神徒とととししてておお使いいいいただくこはは難しいのではないかと思っております皆様の心の中でこうしたことは明確になっているでしょうかそして私たち一人一人をメシアという唯一の皆の教会に結ばれた御手足としての教会として 私たちの心思いをお使いになって地上天国建設人類救済をお勧めになっている神様のお計らいを信じ日常生活のさまざまな事柄において生死や祈りの言葉に照らして受け止めていこうとする視点が自らのうちに明確になっているでしょうか。 すべての場面において、想念の御用をもって、委ねさせていただくことこそが、大切な信仰実践であるということに、私たちはまっすぐ心を向け、率先して実践しているでしょうか。さらに、リーフレットについても、メス様の御心を限界にて権限なされる教主様が、 三年前の二月四日に、ただお一人から命がけで立ち上がってくださり、その歩みの中でお出しくださった人類にとって歴史的な救いのメッセージとしてお受けし、可能な限り述べ伝えたいという思いが、私たちの中にふつふつと燃えたぎっているでしょうか。私は、 こうした一つ一つの事柄について、自らの心をしっかりと定めさせていただいて、来月の立春祭に臨ませていただきたいと思います。教子様は、新年のお言葉において、私どもは、イス様と共に、過去、現在、未来を含め、 すべてを例外なく世界メシア教というメシアの皆の教会に迎え入れ、すべてを新しいものに作り変えるという救いの御業に、今まで以上に私どもを用いてくださろうとしておられる主神に、心からなる感謝を捧げさせていただきましょう、と私たちに呼びかけてくださいました。私たちは、 これまで以上に用いてくださる神様の御心を真にお受けしようという心と姿を整えて歴史的な日となる来月の立春祭に臨ませていただきたいと思います。先般お伝えしましたように、教子様は繭美奥様、そして正明様と共に 今年も私たちのために、海外、国内にご殉教をくださいます。今年は、大祭や教区へのご殉教に向かう営みを通して、以前の須の光、以前の伊豆の目教区、以前の東方の光教区の先住者、信徒が、世界メッシア教の名のもとに、 真に一体感を持って名実ともに一つとならせていただく機会にさせていただきたいと思います新体制に移行する中で教主様と共に歩む意志を持った神徒の皆様をただの一人も漏れ落とすことなくお世話させていただける心と体制を作り上げていく機会にしたいと思います そして、大祭や御純教のご案内についても、教費納入世帯をはじめ、その周辺の方々や、昨年の署名活動において、署名してくださった7万人の方々をも対象とさせていただきたいと思います。私は、世界メシア教の先住者、信徒としてお使いいただけるという、 この天地開闢以来ない機会を賜ったものとして、歓喜と謙虚さと責任の重大性を深く心に刻み、どんな時も教師様のお導きに預かり、常に私と一体のご存在である白沢副理事長、川谷副理事長をはじめ、 全国の先住者、信徒の皆様と共に、夢と希望を持って進んでまいりたいと思います。皆様、70年前の立春の日、イス様が全人類の誠の救いのために開教された、世界メシア教が蘇る、歴史的な日となる来月の立春祭において、 教室様のもと、溢れ出る感謝と歓喜と決意を持って、世界メシア教としての出発をお祝いさせていただきましょう。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。